はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、6の雫、これはちょっと多分前も読めなかったと思うんだけど、永久花、ひなさきみゆを探すということでやっていきましょう。小塚田優里ですね。人探しの対象者、百瀬はるかは地下の洞窟にある黒い箱に囚われていた。はるかを救出し、連れ去ったって言いそうになってしまった。有利だったが、その夜はるかは霊に誘われて姿を消した。有利は新たな手がかりを求め、もう一人の捜索対象者、ひなさきみゆを探して氷上山に向かう。で、基本的にはもう初期状態で大丈夫っしょ。ミッション開始。とこしえばなか、6の雫、小塚田有利。助け出したはずの百瀬はるかは冬日の霊に誘われ姿を消した。人探しの依頼書に記されていたもう一人の少女、日向美優。彼女は母親を探すと言い残した後、氷上山に向かった。有利は美優の様子がを頼りに氷上山に向かう。ひそかとはるかの手がかりがそこにあると信じて。行ったり来たりだな、もう山で。どっからこれ。ポートレート、お母さんを探してこの山に来ていると書かれていた。写真を様子がにして残影を追えばどこに向かったか分かるかもしれない。どっちへ向かってるかだよね。射撃。待って久々すぎてちょっと操作が。行こうか。はい、いや今取れなかったけどしょうがない。で、よすが的には、え、ちょっと待って、どっちよ。こっちか。こっちへ行くのは初めてかな。進む。ケーブルカー、下に履いてやがるな。何かスパッツ的なものを。ケーブルカーで戻ってきて、ケーブルカーで上に行くのかな。射撃。どこ取れてる。うわー、びっくりした。ざけんなこいつ。待って、掴まれた時ほどチャンスはピンチじゃなくて、ピンチはチャンス。もういきなりテンパっとるわ。フェイタル狙えるかな。よし、来た。2発しか入らないっていうか、どうしたのか。見とれるか。てか遠い。遠くね。岩にさ、埋もれていけねえんだけど。すまん。お前を見とることができなかった。てか、アイテムかなんかさっき光ってなかった？ちょっと待って、どっちがどっちだ。あ、待って、またいんのかよ。ん？左にもいる。2体。ここのケーブルカーは。ちょ、待って。落ち着いて2体入れる。いいね、一気に霊視がめちゃくちゃ溜まるわ。これ距離が必要なんだな、きっと。ん？ワープしたか。どっちにいる？どっちへ来た？いた。なるべく これいいね、この状態。ダメージとしてはかなり入る。これは距離が足りないか、後ろの距離が足りない。何枚使った？もう28枚しかない。まだ生きてる。ダブルで死んだか。死んだっていうか、もう幽霊だから死んでんだけどさ。500ポイント。ユーリちゃんもそろそろなんか鍛えたいといえば鍛えたいっていうかさ、戦闘してて、どっちから来た、こっちから来て、アイテムがどうとかって言ってたけど、ちょっと探索する余裕がない。ここに万葉丸が置いてあるから取ろう。2個。まあ万葉ガンなんだけどね。こっち側になんかないかな。
調べる。この先は駐車場。行けなくなってるね。で、ちょっと待ってね。こっち側か。こってりじゃなくて、これ。射液。フィルム性能強化。強化レンズ、メツか。そうか、メツを入れとくのもありだよな。ただ、出力1回上げたんだ。充填だな、感知。吸収。いや、充填だな、やっぱり。これもう1回上げよう。8万。あと2万か。1個使おう。完璧。アイテム。どれ？いや、どこ？拾う。どれだ？わかんねえ。あ、これか。よし、24枚。まだあるね。あそこに。これフィルムっぽい。じゃない。メモ。あまり汚れていない新しいもの。ひなさきさんが残したもの。お母さんがいなくなった3歳の頃。あの時のことを少しだけ覚えている。優しい目で強く抱きしめられた後、夕日の方へ歩いて行って見えなくなった。私は何もできなかった。夕日を見ながら泣いていただけ。どうして見送ってしまったのか、どうして行かせてしまったのか。やっぱり待ってるだけではダメ。動かないと。お母さんに会ったら言いたいことがある。あれ？どっちだ？運転席は。こっちが後ろか。え、これ後ろに動くの？なんか座席後ろになってね。ランプが灯ってる。電源が入れられているようだ。ケーブルカーを動かすことができます。っていうかさ、勝手に動かしていいの？こんな簡単に動かせんの？ケーブルカーって。動き出した。電気も来てるしね。管理どうなってんだよ、この。市が管理してんのか分かんないけど。ケーブルカーの管理会社。もう勝手にケーブルカーが動いてるぞって。絶対なるでしょ。湯宮駅前。フレールはこれ多分またケーブルカーで戻るんだよね。まあ、アイテムはさっき取ったやつだけかな。で、あとここに落っこってるかどうか。さっきっちょに。ない。え、また調べる？見通すことはできない。まあ、確かに山登ってくんのは相当大変だからね。ケーブルカー使えればケーブルカーでなんとか楽したい。だからその分いきなりも結構な戦闘になったかな。一応こっちも調べよう。いけんの？いけんだけど。地図。むしろこっち。てか、よすがで、どっち行くのか見ればいいんだけど。来た。甘い。触らぬ霊にたたりなし。上から来たね、今。そういうパターンもあんのか。こっちか。フィルムが欲しいな。基本的に一本道は、うん？あ、びっくりした。湯の宮。深山道へ。あれ、これどこに来たんだ？なんかすげえ嫌なとこに来たな。ちょっとわかんねえ。よすが。こっち。こっちも行けそうなんだけど。あ、行けねえや。あ、なんか、道に出てきた。あれ、これどこだ、これ。はい、はい。ひなさきみゆ。ああ、兄ちゃんが最初にいたところか。こっちとか横道も行けるよね。まあ、ちょっとあんまり。関係ないところには行きたくない。湯の宮。
ひなさきさんはこの中に入れんの？そもそも鍵とかかかってないの？誰でも入れる。管理者誰なんだ。だからこれ、お、マジか、なんかちょっとヤバくねえかこれ。あっ、一瞬だな。ちゃう、勘でやったけど回避。フェイタルを狙ってこう。一瞬のフェイタルを。ここだ。暗っ。全然、あ、消えた。あ、どちら、こっちか。ちょっと練習を増やしとこう。45枚、もう一回いける。コツ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 、もう一発いくか。あれ届かない、ダメージが少ないな。そしてなんかあんまり動いてこなくなったな。来るか、消えろ滅。霊力が溜まってない。盾とかにはやりづらいからな。あ、倒した。なんかよくわかんねえや。なんか言ってんだけど聞き取れないんだよね。アイテム、フィルム、重要。ああ、おーい、それなりに減らされたな。これ2回連続は出ないでしょ多分。90フィルムだ。ちょっと待って、何枚あるか確認しよう。37枚、24枚か。無限、まあ、まだ14でいこう。次なんか強いフィルム手に入ったらそっちを使っていくか。俺も結構ね、ラストエリクサー症候群があるんで、あ、見覚えあるわ。なんか強いフィルムとかをね残しちゃうんだよね。アイテム、鏡石だね普通に。だよね。どっちだ、なんか左右から行けた気がする。聞けねえし。こっちか。お、てか、ヨスが使えばいいんだよ。扉に入る、稲崎美。入れる。引くんだ。俺だったら押すけどね。一応使おう。あれ、あ、使えた。あ、こっちに入ってった。え、どこ、は、あ、ここ。ちょっとこまめに見てこう。ここから少し広くなるからな。いまいち分かりづらかったな。ん、左行ける。あれ、こっから、え、どっから来た。怖っ。こっちだね。老婆、あいつをでは行かない。多分行けないな、まだあそこには。ちょっと鍵っぽいのが見えたから。だいぶ明るいな。でも電気、これ電気で灯ってんの。ろうそくとかではないっしょ。ではどっち、こっち。え、ちょ待って待って、全然わかんねえ。こっちか。ミコ、これやってたら走れないからね。で、あそこの扉か。
今度は押したな。基準がわからん。こいつの扉を押すのか引くのか、どっち。普通にこっちか。え、今どうなってる。まあいろいろなんか行けそうなところはあるけど、追っていこう。水だな。でこっちか。なんか結構複雑なんだけど、全然どう来てんのか全然わかんないんだけど。でこっちか。ん？ん？どうした？あれ？ここもしやさ、最初のとこか。こっち開けよう。箱がある。マジか。やるしかない。射撃鍛えられっかな。ポイント射撃9万か。開けよう。装飾が施された黒い箱。はるかさんが閉じ込められていたものとは少し違う。固く閉ざされている。ひなさきさんはこの中で。射撃が反応している。一回取ろう。は形を合わせんだっけ。いや、わかんねえ。これいつも迷うんだよな。あれどうすんだこれ。どっか。ちょっとずつ。てかわかんねえから07に変えよう。いや、映せねえわ。は？ここか。これだ、ロックしないといけないんだ。写真に何か映り込んだ。天井から光が差し込んでいる。ああ、ここ、おお、いいアングルだ。いいアングルだけど、やはり何かを履いている。天井が開く構造になっている。これ変えとかないと。07のまんまだからな。これまた、いや、なんか予測ができるんだかわかんねえな。そうだね、やっぱりこれ最初に来たとこだ。どっち？これじゃねえや。え、マジか。ってことはもう自力で探さなきゃいけないんだな。行ってないところ行くか。こっちから来たけど、こっちはまた巫女たちがいた部屋だよね。行けんのか。マジか。突っ込んでんな。しかしベイタロウかける。もう一発行きたかったけど無理か。突っ込んできた時、それがお前の最後だ。さあ来い。なかなか来ねえな。一発撃っとこう。本当に飛んでるだけだな。来たけどフェイタルにはならなかった。どっちだ、どっち。来た。ロックがかけられん。27枚。
来い来い来た撃つ三発倒した？え倒した？ちょわかんねえちゃう倒え？よくわかんなかった。よくわかんないことだらけ。でも今のでポイント結構たまったんじゃないかな。重点を上げたい気がする。射撃ちょっともう一回見よう。9万円全然たまってねえや。1戦闘でいくつ ?3000 くらいたまる。そしてこっちでいいのか。立ててきやがって。ここまずくないか。動きが遅い。マジか。倒せってこと？いいだろう。もういいね。おらおらおら。てか、6時に通う。2体か3体いる。どっちだ。いや、ちょっと1回撃つ。なんか3体いる気がするけど、2体か回避。いまいち分からん。2体か。1回撃って、左にいるのがわからないな。どこにいるのか捉えられん。よし来た。ちょ待って待って待って、たまってなくね。どうなってるか。61やっぱたまんのが遅い。こいつは死んだか。多分死んだな。死んだって言うけど死んでんだけど、もともと。どうだ、来た。これで終わりにする。これが見とれないね。あ触れられる。なんかすげえアングルになってんな。よく分かんなかった。結局そのまま入水自殺したってこと？さてこっち側でいいんだよね。お、あ開いてる。さっき赤かったけど水色になったってことは開いてるっぽい。フィルムの枚数的には16の25か。ちょっと一応寝かえよう。ここら辺でもし出てきたらもう鹿として突き進んでいく方が良さそうな気がするけど、道は一本道だからでいいんだよね。どこだよ。でどっから行くんだこれ。これか。鍵を開けた。あれこれってもしかしてなんか最初のところの初頭になったってこと？あ、そうだね。こっち行けなかった。もともと行けなかったのか。で、え、待って。調べる。扉になっている。鍵を開ける穴がある。なんかアイテム光ってんな。あっちに。これを回収したいけど、これ別に最初のところではないか。万葉か。まあ、回復はそんなにって感じなんだよね。フィルムが欲しい。どっちかって言うとやっぱり
で上に行くか。じゃあで上が、あ、そういうことで、ここがもう通れなくなってんね。でこう来てこう来てこう来たわけか。どっち側だ、ちょっと逆側行ってみるか。これ寄せが関係ある、なんかあっちに行っちゃってんな。でもこれって単純に箱のところに開かないか。これでも下だもんな。でこっから来たんだけど、ここはもう絶対もう行けないはず。でやっぱりもう一回こっち側か。ちょっと様子がやってみよう。こっちには来てるな。これ引くんだよね、なぜか。あ、ばあさんがいたところとか。には入ってってるな。そもそも行けねえじゃねえかよ。でやっぱこっちか。本当にこれ追ってっていいの？なんかまた同じことになりそうなんだけど。ん？でどっち？こっち、こっちに向かってんだ。これ、そう、こっから来て、でもこっち下行けんだよね。え？なんか、わかんねえ。で、こっちでしょ？いや一緒だよ。でこのじゃあばあさんの行ったところは、そう鍵だよね、百合の文様。開けて、でこっち行けないから、やっぱりでもそのままこっち行くしかないか。ここは特に入れそうな部屋はないよね。だから扉なんだかさ、壁なんだかがいまいち分かりづらいかな、これ。え？下に降りちゃったからこっち行ってみる？アイテム。あ、おい、待って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 。え？敵？ちょっと待って、表分かんなかった。拾おう。フィルムを先に拾いたいんだけど。古文書。看取り。巫女は看取りにより、水返りし者たちの最後の感情をその身へと引き受ける。思い、痛み、罪。それらの秘密を共にした巫女は、水返りし者に寄り添い、その死を休んじる。多くを引き受け、心があふれし巫女は、柱として箱に入り、その役目を終える。引き受けた秘密たちもまた巫女と共に箱に封じられ、外へ溶け出すことはない。と取れん。これ61か。あ、敵普通に。目が見えないからあれなのか。適当に振ってんのか。でよ、3発4発は無理で、あの読んでる暇はないっす。ちょっとあんまり動かねえな。え、消えた、死んだ。なんか画面の外で死んじゃったからさ、触れられなかった。見取ることはできない。とはいえ、これこっからさらにあっち行っちゃってんな、やっぱり。
ちょっともうヨスガを頼りにすることはできなそうだ。え、これまた初頭か。あ、ここに来んのか。結局ここに来んの。なるほど、まあ道としては分かったけど、ただどこへ行けばいいのかが分かんない。これ下に降りると、だって、ね、ただ逆から出てくるだけだもんね。多分最終的にはこの鍵を見つけろってことなんだけど、そっか、鍵を見つけるために、でも結局これこう回ってきただけだからね。回り階段、まだ見ぬ世界へ。正面ないよね。こうやってうろうろしてってさ、道を覚える。で、開ける。で、これ開けて、で、結局って感じだよね。あ、これさっき下行ったのか。こっち来た？地図的には行ってなさそうだな。開けられるか？開けられる。あ、でも新しいところだ。祭壇みたいなところに出てきた。ちょっと、なんかいろいろアイテムがあるけど、これを拾おう。まずは古文書とこしえば柱となりし巫女は黄泉に満たされた箱へ入れられる。巫女は箱の中で黄泉に触れ眠りにつく。それは死ではなく永遠の眠り。眠りの間、巫女は老いることなくその姿を保ち続ける。ゆえにトコシエバナと呼ばれる。すげえシステムだな。黄泉による眠りは死の繰り返し、永遠に続く。それは永遠の苦しみである。やだな。巫女の心が果てた時、その体は黄泉へ溶け出し柱の役割を終える。強き心を持つ巫女の身がトコシエバナとして黄泉の中で生き続ける。その長き苦しみにより我らもまた長らえ苦しみ続ける。それが黒き沢を沈めし我らの役目で、あ、アイテム、あ、フィルムじゃん。回収しよう。おお、ゼロ1枚。おっ、びっくりした。ワープするやつがなんか火やってた。とりあえず一発。どうだ。わかんねえ、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 わかんねえ。ちょっと待って、え、今一瞬フェイタルになったよね。一瞬フェイタルになったけどさ、こいつめんどくせえな。どう、なんだなんだなんだ、なんか放ってんのか。来た、無駄。ちょっと入ってんのかよくわかんないけど、いった。やっぱりなんか来るか。これはもう
大体の他人で撃つしかない。あ、炎やっぱり撃ってんな。あ、倒した。さて、お供え物、箱の蓋。これが箱のある部屋の天井につながる場所だろうか。固く閉ざされ開かない。シャーキが反応している。またですか。ちょっと待ってね、これ07で撃つぞ。あれ、これさっきこいつがいたとこかな。棺が置かれた部屋、誰かが立ってる。違うな、棺は置かれてなかったな。え、なになになに、今度はどこ。これ船の上に人が立っている。いや、いっぱいあんな、いっぱい行けってことか。どこだこれ。窓の奥に何かがあるように見える。3枚の写真と同じ場所を探せばいいの。いや、という感じで、じゃあちょっとめんどくさそうだけど、一旦前半戦はここで終了して、次回後半戦をやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。